はですね、次これ男です。大垣さんっていうね、リストカット少年教師になるって本を出して、これ双葉社から出てる本ですね。でこの人も壮絶です、お家が。まあちょっと読んでいただきましょう。すいません、最低限これは男性の文章ですか、女性の文章ですか。男性の文章。あ、男性ですね。父は身長183センチもある巨漢で、威風するほど体つきも良かった。お前の父ちゃんはプロレスラーなのかと近所の子にからかわれるほどで、言うことを聞かないとお仕置きとして数日間部屋に監禁されるようになった。閉じ込められているといつも死ぬことを考えていた。母は私に対する父のやり方が許せない。子供に勉強をさせている間、自分は毎日のように麻雀やパチンコをしていたのだ。ギャンブルにいくら突っ込んだか子供の前で言うてみ。黙っとれ、誰が飯を食わせとるんか言うてみ。私は必死に襖に耳を近づけた。自分のことでまた母が父に殴られるのではないか。私は部屋を飛び出した。初めて父にぶつかっていった。しかし父を殴るどころか思い切り殴られた。母を、そして自分を殴る父を本気で殺してやりたいと思った。毎日机に向かわされる私は勉強よりも泣きじゃくっている時間の方が長かった。人間の性格は小さい頃に決まる。大人になってから性格を直すのは難しい。母はよく父のことをそう言っていた。小さい頃から一人ぼっちでいつもいじめられてばかり、かわいそうな人なんや。先生は私の晴れためを心配して母に電話をかけてきた。母は父が暴れたらまた何をされるかわからないと思っているから、先生にも本当のことは言えない。父は逮捕されてもおかしくない。だがその時は私も母も父に洗脳、その時は私も母も父に洗脳されていたのだろう。家庭内の出来事は外で公言してはならないと必死で耐えていた。学校の先生も家庭内のことにまで介入しようとはしなかったし、私自身小学校に提出する日記には父の暴力については一行も書かなかった。父の希望する厳格な一家をみんなで演じていた。母はどんな辛い時でも実家に泣きを入れなかった。母方の祖父が厳格な人で、一度家を出たら決して戻ってはいけないと母に諭したから、母は母さんにはどこにも帰る場所がないのよと泣いた。私は子供心に思っていた。母は子育てでこんなに苦しんでいる。僕たちは生まれてこない方が良かったんじゃない。